イタリアで30年間にわたり逃亡を続けていた最重要指名手配犯のマフィアの大ボスが逮捕されました。ロイター通信などによりますと、イタリアの警察当局は16日、マフィア・コーザ・ノストラのボスとされるマテオ・メッシーナ・デナーロ容疑者を逮捕しました。 デナーロ容疑者はマフィア撲滅に向け捜査を進めていた判事が殺害された1992年の事件などで本人不在のまま終身刑が言い渡されていました30年間逃亡を続け最重要指名手配犯となっていましたが16日にシチリア島パレルモの診療所で特殊作戦部隊などによって身柄を確保されました イタリアのメローニ首相は当局の担当者を訪れて笑顔で握手を交わし逮捕は国家にとって偉大な勝利だと称賛しました。